おはようございます。米沢泉のフィルファイン TV、 ただいま日曜日の朝4時53分というわけで、錦糸町駅に iPhone スイカで入場しまして、昨日東京近郊間最長大型ルート切符行使中断した赤羽駅にまず向かいます。あー眠い。9時間じゃない、5時間寝られましたね。熟睡でも眠い。今日も頑張っていきましょう。あ、意外と空いてるね。いつも書店こんなめちゃめちゃラッシュなんだけど、日曜だからかな。ガラガラに近いと思います。これはに秋葉原駅から京浜東北線大宮行き、赤羽までそのまま乗ります。これは空いてんだよ。秋葉原、ご乗車ありがとうございます。赤羽駅で、一旦 iPhone Suica タッチしておりましてね、すぐに南改札口有人改札で、東京近郊間最長大型ルート切符見せまして、再入場、すんなり再入場して、ここから、最長大型ルートの旅再開でございます。まずは埼京線、東高線ですね、これの川越駅ということになります。ここからね、4文字駅途中下車員をちょろっと収集してまいります。はい、浮間船渡駅で途中下車しましたね。埼京線一番北端の駅となります。途中下車にありましたね、普通にね、当たり前の話なんですけど、暗くて、はい、ということで、これを、以前もらったのと同じですね。ゴム印、横長のアスペクト比ちょっとおかしいゴム印です。でした。ちょっとにじんでますね。ちょっとへたれてきてる感じでしょうか。はい、浮間船渡駅から大宮行き埼京線東湖2ですね、丸助線、ということで、こちら乗りまして、橋渡って戸田公園に向かいます。埼玉ですね。ついてて平和だね。はい、荒川渡って埼玉県に戸田公園駅で途中下車しました。途中下車員ザザン。はい、右上ですね、JR 東日本標準様式のちっこいちっこめの、シャチハタということになります。見てください、4文字の駅だってね、ちゃんとこのちっちゃい様式で入るんだよ。まあ、このちっちゃい様式ちっちゃすぎるってね、旅客営業取り扱い基準規定のサイズ満たしてない説もあるんですけどね。まあ西大宮がこんだけ大きい理由がさっぱりわからないっていうね、まあそういうことですね。はい、以上です。じゃらっちゃじゃーだじゃらっちゃじゃーだじゃんじゃららなじゃらっちゃじゃらっちゃじゃーだ。オンチでした。朝焼け、そして戸田公園駅、朝焼けを眺めながら埼京線川越行きです。ちゃんと埼京川越って出てたね。埼京川越線、なるほど。遅れてるんだって、武蔵野線。ちょっとね、今日この後の乗り継ぎめちゃめちゃシビアなんだけどね、まあしょうがないですね。というわけで武蔵浦和駅で瞬間途中下車ということで、有人カウンターで、途中下車いただきましたね。はい、ゴム印です。
アスペクト比は正しいけどちょっとサイズが大きいね。でですね、これね、どこでもいいですかっつったらね、お姉さんこのね、ピーマクなどの隣に押して、これ要するにね、駅員さんの心理としてね、近くの駅の近くに押すんだよね。そういう傾向あります。つまりこれはね、ちっちゃすぎてドタ声は分かんないってことだね、これね。はい、いうことになります。はい、武蔵浦和駅から武蔵野線府中本町駅です。吉川南駅急病人急行で9分遅れ、本日予定完全に崩壊です。まあでもこれが今の日本鉄道の現実ですよね。急病人看護が優先というね、つまりネットワークの乗り継ぎの維持よりも人間の方が大切っていう、ある意味当たり前とか一つの考え方、筋の通った考え方なんでね、それで怒ってはいけません。でもこれ多分ね、帰宅3時間以上遅くなるんですよね。ちょっと相当ショックですよね。はい、6分遅れまで、回復した結果、1分差乗り換えで間に合いました。復活です。はい、めでたいんですが、はい、ただこれも1分遅れてる、遅れそうな気がしますね。さあ、のぞみがつながった、ここの途中下車にだけ諦めて武蔵小金井駅は追求したいと思います。はい、武蔵小金井駅で予定通り降りられましたね。で、瞬間途中下車ってことで、なんと一昨年までは古いでかいハンコだったんですけど、縦長のそれと同じ武蔵ひらがな縦書き2行だけど、サイズが JR 東日本標準様式と同じです。賃金のまま新しくリニューアルされた、大発見です。降りられてよかった。武蔵野線の運転士さん、回復運転ありがとうございますとしか言いようがない。素晴らしい、降りるもんですね。やっぱり一旦途中下車に集めたところで改めて降りることの意義を再確認したっていう、万歳。はい、というわけでやたら長い駅表を横目に、快速特行き予定通りの電車です。遅れないでね、頼むよ。駅で多めとかに抜かされるってことでね、乗り換えて、まあ、このままでも、ね、これ乗ってってもギリギリ大丈夫なんですけど、まあ、念のため、着座よりも、安全策、時刻的な安全策を優先ってことですね。はい、もちろん座ります。に乗り換えましたね。座れて平和です。どこで途中下車してもいいんだけど、あ、そうだ、大切なことを喋り忘れていました。新宿駅からこれね、いわゆる電車体感乗船旅客営業規則70条の区間を通るんですが、ね、これ2度通過するって、旅客営業取り扱い基準規定109条の規定で、経路通りに乗れるってことですね。はい、秋葉原駅で総武観光線津田沼駅に乗り換えます。もうこの3分後にね、新宿津田沼が来るんだけど、まあ芝があれ特急乗る意味ないもんね、まあ、そっから先一緒ですし、ということでケチケチでとりあえずこれで錦糸町に向かいます。ブッコフ、おはようございます。ミルクスタートです。女さん足元に運行してください。各駅停止は津田沼駅。はい、毎度おなじみ錦糸町駅で途中下車しました。米沢北口側でいつも毎日通勤で平日使っていますが、さすがにそれもバカバカしいので南口に降りてみたんですが、これね、途中下車にこんな異変でしたっけ。ちょっと今ね、瞬間自宅サーバー落ちてるんでね、今ちょっと電車乗らないと復旧作業できないんで、ちょっとですね、後で、横に貼っときます、同じか違うかね。はい、ということです。はい、錦糸町駅に再入場しまして、快速成田空港行きです。
で、ここでまあ1回目の、ね、70条で社会大感情線が抜けたことになります。アルカ、はい、グリーン車乗りませんよ。で先ほどですね、単に一時的な幸福感で止まってただけで、何もしなくてもうちのサーバー復活してまして、まあ、見たらですね、まあ、3年前同じ家になってましたね。ここの途中下車にね、大変失礼いたしました。はい、これもね、次の新車はオールロングシートになるんですね。まあ、どの道ロングシートしか見たの持ってないけどね。はい、ということです。はい、成田駅で途中下車、出てないけどね、U 字改札で途中下車になりました。どうかな。はい、JR 東日本標準様式のちっちゃいやつでございます。そしてね、まあ、この後、銚子行きに乗り継ぐですね。で、まあ、成田駅といえばですね、このまさに2番線に、大晦日というか、まあ、元日ですね、昼夜運転中に列車ホテルということ、前も何度か言いました米沢二度利用してますね。東京近郊間最長大型大回り、まさに210円220円ですか今のね、切符で、大型の大回りをした、まあ、その時にですね、列車ホテル来るまではこの待合室で、これ暖房切られてたんだけどね、外よりははるかにあったかかった。これ待ちまして、で列車ホテルできたら列車ホテル暖房付きのに移動というね、まあ、そういうことでございましたね。懐かしいこの待合所なんだね、ウェイティングルーム。はい、じゃあこのまま乗り換えてまいりましょう。銚子行き、はい、もう来てますね。209系ですか、京浜東北線の車ですね。はい、ということになりまして、こちら銚子行き、あそこどう思ったらないんだよね。はい、そうでした、ないと。ということで、はい、乗ります。あ、ボックス入ってますね、ボックス入ってますね。はい、松岸駅で、降りまして、これね、なぜか駅本屋本屋3番線になってんですね。そして3分差なのに対面乗り換えではなくやってきました。向こうね、あの、総武本線、鳴門経由の千葉駅に乗り換えということで、結構乗り換える方いるんでね、悪化されているという。マリア・アンフリーのやつ、はい、もう入選してんじゃんっていうね、すごい話ですね。はい、そろそろ小橋になってまいりました。はい、まあ朝日で降ります、ちょっと駐車しますのでね。はい、ということで乗ります。はい、一文字駅、朝日駅で途中下車いたしました。以前もね、途中下車にもらったことありますけど、ご覧ください。なぜか明朝体で、しかもこれシャチハタですね。前どうだったかな、横にテロップ出しておきます。もし違ってたら画像出しておきます。同じならその旨テロップに出します。まあ、そんな感じでこちらで途中下車したということです。ここからね、もう1時間1本なんでね、1時間暇つぶし、動画の編集が昨日の分のが終わったんでね、これから適当に変更して近くのセブンイレブンからアップしようと思います。はい、朝日駅から千葉駅総武本線ですがね、え、今 45% ぐらいですけど、50分で変更終わりませんと、まあ、これ 50% で終わりなんだって話なんですけど、50分で変更終わらなかった、セブンイレブン行くとかの話じゃなかったっていうことで、次また八日市場駅でチャンスがあるので、そこでアップしようと思います。持ったまま乗る。八日市場駅で途中下車をいたしました。八日市場駅の途中下車にというとですね、10年前行った時はね、八日市場っていう超偉い員だったんですけど、途中下車にお願いしますと言ったらですね、残念、駅名コイン代用になっちゃった。これはおそらくね、エラーインだからそのまま廃棄して梅雨作んなかったんじゃないかな。そんな予想がつくんですけど、真相やいかに。あの、エラーイン、ヨーバー市場は
もう見られないのでしょうか。残念です。まあ、えらいに喜んでんじゃしょうがないんですけどね。ということでございまして。なんか前、こう、キオスクがあった気もするんですけどね、ガラーンとしちゃってますね。そんな感じです。そして先ほどですね、電車の中で演歌が終わるというね、どんなタイミングだってことで、この後セブンイレブンに行ってね、まあ次までまだ1時間待たなきゃいけないんで、セブンイレブンでアップロード、昨日の分やったりと思います。はい、八日市場駅から、徒歩400メートル、セブンイレブン八日市場郵便局前店に来まして、演歌が終わった、昨日の分の動画、3分でアップロード終わりました。2ギガ弱。爆速で相変わらず。そして、はい、トリタスタをね、買って、今日のこれはご飯ということですね。これを、まあ、Wi-Fi 使わせていただいたのでね、取り出すと食べてるということです。まだ公開作業ができてないのでね、それは別に自分のパケ代でやるので、今から駅に乗ります。はい、八日市場駅の待合室でね、無事、公開作業終わりましたね。はい、ということで、駅前ローソン、マクドナルド、椅子売り場、ありますので、ね、はい、ということで、乗ってまいりましょうね。ひとたび、これからは、乗車に集中、そして、仕事するだけですね、電車の中ではね。はい、さっき降りました。はい。ヨーバ市場ではない。はい。古典的古戦況です。はい、総本線千葉行きです。次は鳴門で乗り換え。4連だね。はい、鳴門駅で途中下車にいただきましたね。はい、普通の東日本様式です。そしてね、この1番線に到着した総武本線から0番線ですね。はい、もうやっぱりこの東金駅といえば、東金駅じゃない、鳴門駅といえばこの東金線の0番線ですよ。0番線ね、さっきの松岸とかがね、全然規則満たしてないんですけど、朝日もそうかな、ね、本来は駅長室のある位置から1番線、2番線、3番線と数えていって、液晶室と1番線の位置関係と逆側にあるったら0番線なんだよ。それが国鉄ルールです。ね、松岸とかはもうその国鉄ルール乗っ取ってないんですが、この鳴門駅は乗っ取ってるってことだね、これね。はい。行き止まり。0番線。はい、ということで、東金線乗ってまいります。最後線を行政ください。そう、大神駅ですか。大神駅といえば昔はこっちにあったんだよ、ホームが。駅がそう、ここですね、旧大神駅。外房線はここに、こっち向きに突っ込んできて、手前もこっちの手前向きに、ね、突っ込んできて、スイッチバックしてたんだね。今はね、スイッチバックの意味はないということで、うっすらだったことでね。はい、ここがまさに大網駅の旧ホームでございます。この車掌さん、これで英語なんだろうです。勝手にやってんすかね、これね。そこそこちゃんとしたはずです。はい、よくあっちが外防線の配線跡ですね。はい。そして現在の駅が、ここということでございましたね。はい、 DD ストアありますけどね、乗り換え時間がないので、ここは途中下車にはもらえません。ということで、こちら真ん中を歩いています。
ねえ、待合室がないんだよね。なんで乗り継ぎ時間が長いとね、ほんと地獄なんですよ、大回りの時にね。まあ、強いて言えばこのトイレの中が一番高いっていう冬は。京王線直通の上総一の間野球終点まで各駅に停車、乗りました。はい、終点上総一の間折り返し用のホームですね、到着でございます。 BP ベースゲートとチャリ用入り口ですかね。まあここで、総武会、まあこれは京王線快速ですけど、総武線快速もここで折り返して、なんでグリーン車の、まあ、ここでしかない。私は小学生の時はね、グリーン車連結の総武線の快速は、私小学校2年生の時に確か、どっちかが開通したと思うんですけど、あ、これが BPPS のチャリゲートですね。その時は大原行きが1日2本ぐらいグリーン車連結して走ってた気がするんだよな。まあ記憶は定かではないですが、じゃあ途中下車しましょう。はい、降りまして友人改札で、途中下車いただきましたね。前と変わってないんだけどね、このものすごい細かいね、ね、まさにこれ JR 東の標準様式なんですけど、そこに無理やりね、しかも武蔵小金よりちっちゃいんだよね、フォント一文字ずつがね。なんじゃこりゃっていうやつですけど、昔はもうちょっと大きいのがあったと思いました。今はこれです。はい、で次の電車まで30分あるので待ちましょう。外房線上総一ノ宮駅ですけどね、この駅前のこの雑然とかした感じが最高ですね、本当にね。はい、こんな感じで、バス乗り場もあったりしてね。でも少しずつ立て直しも、ここも立て直しでしょうね。いろいろと少しずつ次第は変わりつつあるんだなという感じでございますかね。はい、上総一ノ宮駅から外房線安房鴨川行きです。これ水飲み場があるの珍しくないですか、今これね。え、あとね、この待合室がね、暖房入ってサーフボードが背もたれなんだよね、サーフボード型の。いろいろあるね。あとまあこれ自由通路作ってるってことですかね。いろいろ面白いですね。はい、まあそんなわけで、こちらから外房線乗り通してまいります。鴨川駅で途中下車しました。はい、シャツヤタの赤いインクでね、明朝体2行横書き、昔と変わってないですね、ということです。ちょっと余裕があるんでね、まあ、ということです。ちょっとニューデイズで買い物しようかな。はい、ということで内房線乗ってまいりましたので、仕事しなきゃね。そしてニューデイズでこれ買ったんでね、後で紹介します。はい、安房鴨川駅のね、ニューデイズで買った千葉県産、落花生塩ピーナッツ540円です。550円じゃないの、なぜでしょうね。まあこのボリュームでね、中国産なら200円しないと思うんですけど、さすが千葉県産。よし、いただいてみましょうかね。よいしょ、
安定の固有さ。まあね、前の勤め先のね、副社長さんの実家が、某有名、落花生生産農家健康場の、だそうで、毎年一回いただいてたんですよね、ただ、ね。めっちゃうまかったけど。それと同系統ですね、これね。はい、美味しいです。ぽいです。一望線の車内で仕事してますけど、まあ、海を見とこうかってことだね。この阿波鴨川千倉間はね、海がよく見えます。はい、1年ぶりの立山駅で、5分停車ということで、途中下車員もらいましたよ。 JR 東の標準標識です。はい、ここは幽霊文字波形、山辺に占めるですね、独占の線、あれを乗りに行くためにね、そこに行くために白萩と言いますけどね、そこを、ここから JR バスで行ったんですね。懐かしいですね。はい、ということで下車員ゲットです。はい、君津駅で、こんな感じでね、始発の快速が先行するということでね、乗り換えるんですけど、その前に途中下車員かな。はい、君津駅いろいろ混んでましたけど、途中下車員もらえましたね。標準様式です。経路チェック久々に入りましたね。まあ当然のことなんですが、ということで快速乗ってまいりましょう。そうか、そば後ろの方がいいのかな。はい、あんま後ろじゃないって。はい、蕎麦駅で京王線乗り換えですね。学割の人数欄に押されましたけど、標準タイプです。じゃあ乗り換えましょう。ジェフというと沖縄のハンバーガーだから。違います。あれ、これどっち。あ、こっちですね。はい、京王線始発確定、東京駅です。はい、ここからは京王線長井駅、途中下車員刻みまくり、レポートは途中下車員のみです。快速東京行きでございますね。はい、千葉港駅、標準様式、ちょっとアスペクト比が長くなってるやつですね。インクの色とかシャチハタであることは同じでございます。はい、ということで快速東京行き、はい、もう短くしても長くやっても意味がないので、これで時期に。はい、稲毛海岸、次は普通東京行き。どこでもいいですと言ってんですけど、毎回朝日の日を思いっきりかぶされてるという、様式が標準です、ね、さっきの千葉港は何だったんでしょう。このアスペクト比はね、普通でした。祈ります。はい、県民川浜から快速東京行きです。出ました、ついに出た千葉支社名物、途中下車員にインクでスタンプ台でインキ補充、枠線つくやつです。様式は稲毛海岸と一緒ですね。はい、なんか久々にある、これ昔 120mm 丸つけるの、これね、インデステンションのやつで、めちゃめちゃスペースなくなってたんだけど、今日はいい。はい、海浜幕張駅で3分差で出る始発の普通東京行き、間に合いましたね。はい、途中下車には、あ、これですね。何の面白みもないです。はい、新七種野駅で途中下車して、次の普通東京行きです。新七種野駅も思いっきり枠線でしたということですね。急に枠線2連続でございます。はい、南船橋駅で
これから途中下車します。これで本日の朝赤羽駅からの、東京近郊区間最長大型ルート切符の更新完了となります。この後はまあ帰宅するっていうことの感じなんですけどね。はい、ということでまずね、もうさ、これに乗ってね、分岐片道にすればね、だいぶ家早く帰れるんですけど、まあちゃんとややこしいことはやらないで、ちゃんと途中下車をしましょう。はい、ということで無事途中下車をいたしまして、本日の戦果でございます。はい、こんな感じですね。まあもちろん、昨日の分も入ってるんでね、本日だけじゃないですけど、本日までの成果ということになります。そして最後いただいた南船橋駅ね、ちょっとかすれてるんですけど、なんとゴム印ですね。様式はほぼあのシャチハタね、他の駅と同じなんですけども、ゴム印でしたよこれね。しかも駅って入っててね、ちょっと様式が特殊な感じになってるってことでね、いい下車をいただいて今日の旅行も閉まりました。はい、ではこれから、一旦帰宅します。はい、アイフォンスイカで、入場し直しました南名古屋駅から、京葉線東京行きです。これね、市川市大浜まで2分差で階段上り下りするっていうね、それしないと元の予定ってものすごく遅くなるんだよね、帰宅が。ということで、まあもう頑張りますとしか言いようがない。多分この辺が階段のはずだと思います。はい、市川市大浜祭りですけど、また来てなかったね。はい、間に合いました。はい、ということで府中本町駅ですね、間に合いました。また、まあ無茶なダイヤだと思いますけどね、まだこれでまた2周まで乗り換えなんだよな、めんどくさ。はい、西船橋駅で降りて、やっぱり迷った、ここは乗り慣れてない人は絶対迷うやつや、ということですけど、まあ余裕があるので、ね、3分以上4分ぐらいありましたかね。ということで間に合いまして、総武観光線、武蔵小金井行き夜だけ、これも、3月14日のダイヤ改変でなくなるやつですね、三鷹止まりのやつです。というわけで、こいつが本日のラストランということになりますね。座れるといいな、ちょっと仕事詰まって思い出してるから、ちょっと仕事したいんだ、疲れた。はい、錦糸町駅で降りました。これで本日の行程おしまいということになりますので、もう相当長い時間になってると思いますけどね、まあこれで、本日の日曜日の分1本、これでおしまいとさせていただきます。明日はですね、また、出勤前にですね、まあ二俣新町の途中下車にチャレンジかなっていうことで、また明日は明日でお送りいたしますということで、本日はここまでとなります。ちなみに、定期券亀戸から恵比寿までね、錦糸町から恵比寿までと同額でございますので、亀戸から買ってましてですね、その結果ですね、南船橋から亀戸までだと、錦糸町までだとなんと88円安い、380円で済むということになります。チャンネル登録